おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、京城駅舎の工事が完了し、府中競馬正門前方面の分岐駅でもある、京王線の東府中駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、三面四線の駅を作ります。調布方面にレールをつなげましょう。今回も改造レールを使います。踏切を設置して、レールを伸ばします。競馬場線の線路の延長には、車庫と車止めを設置しておきます。反対側にもレールを伸ばします。踏切を設置し、隠しポイントレールをつないで、分岐部分を再現します。レールの長さが合わないところは、曲がレールを使って、線路をつなげていきましょう。道路を設置、ステーションパネルで建物を作り、架線を取り付けます。調布方面に渡り線を追加し、最後に木を植えたら完成です。どうでしょうか？京王線の東府中駅です。早速京王線の車両を植えてみましょう。いかがでしょうか？平面交差の駅は面白いですね。今は見ることができない6線系の車両を出してみました。他にもプラレールで再現してほしい駅がございましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは走行動画をご覧ください。ちょうど直すと目の前にいいと思います。